こんにちは、佐藤健一郎です。今日のアメリカ小話は、レイシズムという言葉と題してお送りしたいと思います。アメリカに住んでいたとして、お前はレイシストだって言われたら、それは結構やばい状態かなというふうに思った方がいいと思います。でも、この言葉、まあなんか人格破綻者的な意味で使われることが多いと思うんですけども、今この言葉を使う人がまた増えてるんですよね。で、まあ困ったもんだなと思って、僕は見てるんですけども、実際そのレイシストの人が増えてるかっていうと多分減ってると思うんですね。実際な問題として、まあその人種差別っていうものが、例えば社会制度としてあるかっていうとないんですね。うん、ある意味。まあはっきりしたものは全くないんですよね。うん、その黒人はしか使えないトイレがありますとか、黒人はこのバスに乗りませんとか、このレストランに入りませんとか、そういうのは全くないわけですよ。で、まあ差別意識があるかって言われたら、まあそれはありますよね。でもそれはまあ日本にでもあるし、アメリカでもあるし、中国でもあるし、自分っていうものがあって、それが自分が入ってるグループがあって、それと違う人のグループ、これとこれを違うっていうふうに考えるっていうのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですし、まあ、あるわけですよね。まあ、それが、まあ、人種、肌の色として、まあ、なんていうのかな、その人を区別するべきかどうかって言ったときに、そういうことを昔より、するようにしてるかみんなっていう、そういう意識があるかっていうと、まあ、まあ減ってるんじゃないかなって僕は思います。実際問題として。っていうのはやっぱり、まあね、これだけ社会がグローバル化してるわけだから、まあいろんな人と会う機会もあるし、喋る機会もあるし、っていうことはあると思うんですよね。だからまあ、そういう意味では、まあ、なんて言うんだろうな、そういう露骨な人種差別っていうものは、まあ、だいぶないんじゃないかな、なくなってきてるんじゃないかなって僕は実際思うんですけども。で、まあ、アメリカに今18年かな、住んでて、まあ、個人的に人種差別をされた面と向かって経験があるかって言われると、どうかな、っていう感じですね。そういう、まあ、返答になってしまうかなと思うんですね。で、まず思うのは、自分がなんか嫌なことをされたとするじゃないですか。で、なんていうのかな、その嫌なことをされたときに、それが僕がアジア人、まあ日本人だから、まあこういう顔をして、こういう髪の毛の色をして、こういう肌の色をして、こういう目の色をしてるから言われたのか、それに違う、意味がね、違う理由があって言ってるのかっていうのは、まあ、基本的にはその人が、お前はアジア人だから、ここのレストラン使っちゃいけないとか、ね、こっち来るなとか、って言われない限り、わからないじゃないですか。どういうふうに向こうが思ってるかは。だから、面と向かって、そういうふうに言われたことがあるかって言われると、まあ、ないですね、実際は。うん。ないです。うん。本当ないです。うん。で、なんて言ったらいいんだろうな。じゃあ自分に対して、こう、ひどいサービスされたか。でもそれがアジア人だからどうかってもわかんないし、アメリカのサービスって、まあ、日本なんかと比べたら、もうめちゃくちゃ低いわけですよ。本当に。だから、まあ、こっちも長く住んでると、そういうものに対する、体制っていうか、悪いサービスに対する、っていうか、まあ、いいサービスが、来るっていうことをまず最初に期待してないわけじゃないですか。例えばスーパーマーケットで並んでたとして、もう、なんていうかな、まあ、大体まあレジでも遅いし、で、まあね、次の番が来ると、NEXT とか、NEXT customer、次のお客様どうぞとかじゃないじゃないですか。もう NEXT が次だからね。次みたいな。もう、なんだろうなって思うんですよ。NEXT CUSTOMER とも言わない時がありますからね。だからまあ、
こっちがね、その、もうどっちかというと、向こう、日本だったらもう、ありがとうございます、今日来てくださいまして、ありがとうございました、みたいな感じなわけですよね。こっちは、もう、まあ、ちょっとあの、レジやってくれてありがとう、みたいな。ちゃんと袋に入れてくれてありがとう、みたいな。数字間違ってくれなくてありがとう、みたいな。まあ、そういうとこありますよね。うん。だから、まあ、まあね、最初からこんなもんなんじゃねえかなっていうふうに僕は思ってるんで、まあそういうことですね。だから個人的な経験っていうのは結構意外とね、その、なんて言ったらいいかな。その、これが人種差別だ、どうなのっていうのは、やっぱりちょっとわからないですよね。だから、その個人がどう感じるかになっちゃう部分があるわけじゃないですか。その、あ、俺は黒人だからなんかいいサービス受けないとか、俺は黒人だからとか、まあ、そういうのがあるね。そういうふうに、自分でなんか悪いことがあった時に、そういうふうに思っちゃう人ってたくさんいると思うんですよ。まあ、黒人だけじゃないと思いますけど。まあ日本人でもそういうふうに考える人もいるだろうし。だからまあそれは個人の自由なんですけども。まあ僕はね、あまりそういうふうに考えないようにしてるわけですよ。だって疲れるじゃないですか、だって。ねえ、だってその分かんないんだから相手がどういうふうに思ってるか。だから、まあ確かに、その、それで、なんていうのかな。その、考え方としてですよ。その、まあ、相手の考えてることって変えようないじゃないですか。その、自分の方を変えられるけど。例えば、なんか相手がなんかこう、自分に対してなんかこう、いいサービスをしてくれなかったとか、自分に対してなんかこう、なんかひどいことを言ったとか、それって、もしかしたら、まあ、自分の落ち度があるかもしれないじゃないですか。その、別にその、アジア人だからそういうふうに言ってるからじゃなくて、なんか俺の言い方が悪かったとか、説明の仕方が悪かったとか、そのつけんどんな対応をしてしまったとか、あると思うんですよね。それか、向こうがただアホな可能性もあるわけじゃないですか。誰にもそういうふうにやってる可能性もあるし、ただの嫌なやつっていう可能性もあるわけですよね。だからまあ、なんていうのかな、その、まあそういうことですよね。まあそれでまあ、そのネガティブに考えるより、まあ、相手のことは分からないし、まあ、自分ができることをやってた方が、まあ、建設的だよね。僕はいつも思ってるわけですよ。ただね、これ、その、まあ、難しいのは、やっぱりその、それがもうなんか、素になっちゃってる人がいるわけですよ。要するに、まあ、これね、特にね、その、黒人層とか、その貧困層とかの人の、マイノリティの人に、やっぱり多いと思うんですよね。俺は黒人だからうまくいかないとか、俺は黒人だからこうだっていうことをずっと言っている自分に言い聞かせている人たちっているんですよ。これ実際僕もいっぱい、そういう人に会ったことあるんで言ってるんですけど、これ一般論じゃなくてね、そういう人いっぱいいるんですよ。で、それってね、すごいね、大変だと思うんですよ。その個人的に、その個人として。その、だってそのなんか悪いことが起きて、自分に悪いことが起きた時に、あ、これは、なんかこう、なんていうの、なんていうの、俺が黒人だから、こうな、相手にこういうふうにね、やられるんだっていうふうに思うわけじゃないですか。そしたら、変えようないじゃないですか。自分はもう黒人なわけだし、その黒人っていうものを白人することはできないわけじゃないですか。で、まあ自分が一生懸命勉強して頭が良くなるとか、自分が一生懸命働いて金を稼ぐとか、わかんないけど、身なりを良くするとか、なんか、その、そういうところって変えられるけど、まあ、肌の色もね、手術すれば変えられるかもしれないですけど、まあ大変なわけですね、そんなんね。そう考えると、その、肌の色が問題だっていうふうに自分で決めつけたら、これ大変なわけですよね、その人の人生。だからまあそういうふうに考えない方がいいだろうねっていうふうに僕はそういう人たちにいつも言うんだけど、分かってもらえないわけですよ、それはもう。ね、それがマントラになってて、それってでも逆に言うと失敗した時に自分なんかうまくいかなかった時にの言い訳としても自分を守るために使えるわけですよね。だからそれってね本当にね大変だと思うんですよね。それがね一番悪いと思うんですけど、まあそれまあでもね今日お話ししたかったのはまあその話じゃなくてそのそのもっとねその特にこの今度白人の人が他の白人の人に対して言う、お前はレイシストだっていう言い方があるわけですよね。これがね、またね、困ったもんだなって思うんですよね。本当に。その、なんていうのかな。例えばさ、黒人の人が、
白人に向かってお前はレイシストだって言うんだったらまだねこう、うん、いいと思うんですよ。いいっていうか、まあ、よくはないんですけど、なんかこう、なんて言うんだろうな、その、まあ、まだその、脈絡があるっていうか、その、文章としてこう、会話が成り立つって気がするんだけど、白人の人が白人に対して、あいつはレイシストだみたいな感じの使い方をするわけですよね。それがね、この頃すごく増えてて、これは困ったもんだなっていうふうに思ってるんですよね。で、その、まあ、特にその、リベラルの人がね、そういうふうな言葉の使い方をずっとしてるわけですよ。ストラクチュラルカルチャリズムとかね、あ、ストラクチュラルレイシズムとかずっと言ってるわけですよ。その、そのね、なんて言ったらいいんでしょうか。まあ、多分、このアメリカだけじゃないけど、やっぱりリベラルっていうものが、今はもう終わりつつあるわけです、世界で。それはもう60年代、70年代くらいからやっとその世界に取り込まれた考え方で、まあ政府が、まあソーシャルデモクラシーと言った方がいいかもしれませんけども、政府が、まあお金ね、税金を持ってきて集めて、それを貧しい人たちのために使いなさい。そのお金で貧しい人を救いましょうと。だから福祉をやって、貧乏人の対策をしましょうとか、そういう人たちに、まあ、家を与えましょうとか、保険を与えましょうとか、教育を与えましょうとか、っていう政策を、まあ、ずっとやってきたわけですよね。で、まあ、それがどうなったかっていうと、まあ、50年経ってどうなったかっていうと、まあ、大失敗したわけですよ。本当に。もう最低なくらい失敗してるわけですよね。で、アメリカなんかは、アメリカっていうのは自由の国だとかよく日本で言う人がいるし、社会主義が資本主義だ、権化だみたいなことを言う人がいっぱいいるんですけど、いやいや、すごいんですよ、本当に。この、貧民層に対する、福祉っていうのはすごいんですよ。本当に。家の補助が出るでしょ？食品の補助が出るでしょ？それから、健康保険が出るでしょ？教育はタダでしょ？大学もタダで行けるでしょ？あとなんだろうな、もうなんか、生活保護もあるでしょ？まあ、あとシングルマザーに対する補助もあるでしょ？っていうふうに、その、なんて言うんだろうな、すごいね、もう整ってんですよ。貧民に対するケアっていうのは。で、何がないかっていうと、その一個上の人たちに対するサポートっていうのが、基本的にないわけですよ。で、何が起きたかっていうと、その、まあ、この貧民層がいて、まあ、そこにディペンドしてる人、ディペンドっていうのは、そこにもう完全に依存してる人たちが、まあ、いるわけですよ。で、そういうのは、まあ、たくさん市内に住んでるんですけど、で、その上に、まあ、そこから抜け出したいけど、なかなか抜け出せない、まあ、中流系みたいな人たちがいるわけですよ。で、中流の人たち、上の人たちは、もう、できるだけもうその市内から出て行って、郊外の安全で、まあ、教育水準も高くて、で、まあ、経済水準もみんな高いところに住んでる、行っちゃってるわけですよ。っていうことが、まあ、その60年代から起きたわけですよね。だから何が起きたっていうと、郊外はお金を持ってる人たち。で、まあ、基本的には白人の人たちが住んでいて、で、市内は、その時、まあ、お金がなかった貧乏人の人たちが、まあ、そのまま住み着いちゃったっていうことで、そのまあ、白黒がすごく激しくなったわけです。そう、まずその、その、下の貧民層の人たちは、その、福祉の一番悪い問題は、要するに、なんていうかな、そこにもう固定されちゃう。もう、その、だって、貧乏であることを応援してるわけだから、それ貧乏の人が増えるわけで、そこから出たら何の保証もないわけだから、出るのがすごく大変になっちゃうわけですね。だからまあ、データ見ると、その60年代前まではずっとアメリカの貧困率っていうのはずっと下がってるんですよ。でも社会福祉を始めて、その数字はもう、減っていかない。っていうことになってるわけですよ。だからまあ僕も本当に、もう随分、あんまり、その、
市内のあまりいい良くない貧困層が住んでるような感じの、まあ、一番貧乏なところではないにしても、まあまあ結構ね貧乏な人も多いところでだいぶ暮らしてきたんで、いろいろ見てますけども、まあ働いてない人いっぱいいますよ本当に。あのワーキングクラスって言葉ありますけど、ワーキングクラスじゃなくて働かない層がいるわけですよアメリカは本当に。多分これ何千万人っていうもう公然な秘密になってると思いますけど、喋っちゃいけないそれことも、人種差別だって言われるから。だけどそういう人たちがいるわけですよ、ドーンとこのアメリカの街の中心にね、街の中心というか市の真ん中の真ん中っていうか、まあ、ダウンタウンにはいないんでしょうけど今は、まあそのゲトーとか言われるようなところに住んでるわけですよね。でまあ要するにそれをもう50年やってきて、でまあだからその市内に住んでると教育は悪いでしょ。だってそういう人たちがいっぱい住んでるわけだから、親も働かなきゃ子供も働かないみたいな、子供ね教育も一生懸命やらないし、ね、親はシングルマザーになっちゃうし、シングルマザーになった方がお金あげねいっぱいもらえるわけだから、シングルマザーになっちゃうわけです、ボン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 、家族もねえしっていう状態ですよ。だから子供もねここ行かないでどうなるかというと、その辺のストリートでね役売るとかそういう話になっちゃうわけじゃないですか。ということでそのこれねリベラルの人は絶対認めないけど、でもこの福祉政策のせいでアメリカの社会っていうのはめちゃくちゃになったと思うんですよ、うん、でその格差ももっと進んじゃったんですよ、それによって完全に下の人はもうこうやってそこに下に一番底の下にいてくださいみたいな重りつけられているって感じですね。で上の人はもうどんどんそこから逃げろ早く逃げろっていう感じで逃げていった、その差が本当に開いちゃったっていうのが、まあ過去の50年だと思うんですね、アメリカの。でこれは本当に街アメリカの街の成り立ちとか見ると本当によくわかりますけど、本当に露骨に郊外行くと真っ白で豊かで、市内に行くとまあ真っ黒で貧乏でっていう風になっちゃったわけですね。まあだからまあ結局だからそのリベラルな、まあ、優しい考え方の人たちですよね。まあ社会あの政府の力を使ってお金集めてきて貧乏人を一生懸命ね救おうと思えば救えるんだみたいな、全然救えなかった、本当に余計なことをしたということだと思うんです。でこれがアメリカのあの人種の融合にすごい水差してるわけですよね、ある意味。その70年代だから60年70公民権運動があって、それでやっと白人と黒人が同じレベルになりますよっていうことになったわけです。その前はやっぱりそのこのバスに乗れねえとか、このトイレは使えね黒人の人は使えませんとかあったわけですよね。でそれが少なくても建前上そういうものを一切できなくなりましたね、選挙も行けるようになりますね、今だったら市長さんも黒人もいっぱいいるし、大統領も黒人もなったしっていうことですよね。だから本当はそこからそうやってこうみんながね一緒になっていくんだみたいなねふうになるべきだったわけですけど、その後やったのがそのだから福祉政策をやったわけですよ。だから今まで悪いことしてきたから今度国がまあ懺悔してっていうことですよね。でその人たちを貧しい人たち、まあ基本的に貧しい人たちっていうのはマイノリティだったわけですよ、その時。でその人たちにお金あげましょうみたいな話になっちゃったわけですよ。ああ。で、それのために、その差がめちゃくちゃついちゃったわけですよね。だから、その、まあね、だからそこがね、やっぱりまあアメリカの今の本当に苦しいところではあるわけですよ。でもリベラルの人たちは、それを認められないわけですよ、その現実を。で認められないと、じゃあなんで今でも白人ね こんな公民権運動がずっとあって、ずっと昔にあって、でそのみんな平等になったはずなのに、なんでこんなに格差があるんだと、なんで黒人と白人のまあそのね統計とか見ると白人の人たちの方がずっとねあの収入も多いし学歴も高いし、なんで黒人こうなってんだと、これは人種差別だろって言うわけですよ。だこれがねまあまあまあそのね立ち悪い論理だなって思うんですよね。
でもね、本当にね、この今言った論理なのか分かんないですけど、論調がまかり通ってるんですよ、本当に。でね、これがね、まあね、どうしようもないんですよね。だっての、要するにその、その誰も、その、だから、その最初に言ったように、冒頭に言ったように、まあ、あなたはレイシストだって言われるっていうのは、すっごいまずい状態なわけですよ。誰もそういうふうに言われたくない。もう社会不適合者くらいなわけですよね。お前らの牢屋に行けみたいな感じなんですよ、ほとんど。だから、そういう、なんていうのかな。自分たちの政策がうまくいかなかったことを 誰かのせいにしたいみたいな話なわけですよね。で、まずだから人種差別の主義者がいるからそうなるんだみたいな考えになっちゃってるっていうのが、まあ、その今のリベラルの人たちの、まあ、ある意味、まあ、リベラルの終わりって言えば終わりを迎えて、まあ、頭おかしくなっちゃったっていう、まあ、それです。それはそれなんですけど、でも今のこの若い人たちがね、その、ミレミアムって言われる人たちが、やっぱりね、ちょっと勉強してないんだな、なんか教育を受けてないんだね、ある意味。その、20世紀の、やっぱり、歴史を全然知らないから、どれだけ社会主義が悪かったか、そのリベラル的な社会主義が悪かった、まあ、リベラル的な社会主義だけじゃなくて、まあ、社会主義ってものがどれだけ悪かったかってことを、まあ、知らないんですよね、あんまり。んで、なんかこう、やっぱり若いから、その、なんか、ほんわかとみんなが平等でなきゃいけないみたいに、なんか、信じちゃってるっていうか、まあ、ね、思ってるわけですよね。だから、なんかそういう、ああ、そっか、人種差別だからこういうことになってんだっていうふうに思っちゃってるわけですね。でも、やっぱり問題は、その最初に言った通り、個人でもこれ、社会でも同じだと思うんですけど、その、差別してるかどうかっていうのは、それは分かんないわけですよね。その向こう。だから、その、変えようがないわけですね。他人の考え方だって基本的には変えられないわけだから、自分しか変えられないし、自分を良くするしかないわけだし、っていうのは僕は正しいと思うんだけど、でもそれは社会でも一緒だと思うんですね。だから、まあ、でもそう言ったらもうその個別的な政策がどうのこうのとかじゃなくなっちゃうわけじゃないですか。何やってもダメじゃんっていう。あいつらは、ね、どっか、今回に住んでる白人のはみんな、人種差別だからって言えば、それだけで全て解決っていうか、話になっちゃう。っていうことなんですね。で、だからその、ホワイトギルトとか、ホワイトプリビレッジとかっていう言葉が流行るわけですよ。で、これがまた、白人の人が、若い白人の人が他の白人に対して言ってるわけですよ。だから、ホワイトギルトっていうのは、まあ、白人としての罪悪感とか、まあ、白人、として生まれてきてるから、俺らは有利なんだから、黒人の人たちを、まあ、憐れみれよ、みたいな感じ？それこそ、人種差別じゃねえかって俺は思いますけど、なんかね、そういう感じ。でね、今の若い人たちは、やっぱり、まあ、職ない感じなんですよね。あんまり恵まれてない状態。で、まあ、大学に行きました。でも、この学生ローンが、ものすごい高いわけですよ。学費が高いから、すごい学卒業して、あれ、こんなに借金の額があるって、社会人1年生で、みたいな。でも職もないみたいな人がいっぱいいるわけですよ。そうすると、だからそういう人は、自分がなんかその、まあ、白人でもですね、そういう大学行くような感じで、あれって思って、なんでこんなにうまくいかないんだ。でもなんか下を見たら、まだ悪い人がいるじゃんっていうふうに思えると、なんかこうまだ救われるじゃん。っていう、なんかこの無意識的な考え方で、こういうなんかそのホワイトギルブだったり、ホワイトプリビレッジみたいな考え方を持つんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからその仮想白人、仮想階級の白人みたいな人が特にこういうことを言ってるわけですよね。それがね、まあまあね、本当に困ったもんだなって思いますよ。まあ、アメリカで、まあ、人種差別ないって言いましたけど、まあ、差別っていうか、制度的な人種差別ってないと言いましたけども、今でも残ってるとしたら、それはね、もう大学の入学試験、アファーマティブ
アクションっていうのがあって、まあ、人種その昔はだから白人がまあほとんど大学に行って、ね、黒人がいなかったからその人種のまあ割合によって、まあ、大学 の, その入学のを決めようと、だからその人種の比率によってね決めようみたいな。でまあ、アジア人ってアメリカにそんなにないんですけど、結構優秀な人が多いんですよね。その技術者みたいな感じできてる人たちが多いから。でだからアジア人の平均っていうのはすごくその入学試験の平均がすごい高いわけですよ。そうすると今度その SAT だけで取ると、その入学試験のね SAT だけで取るとアジア人がいっぱい増えちゃうから、足切りしなきゃいけないよねっつって、人種として足切りされるんですよ。で黒人と確かアジア人を比べると30点くらいかな、アジア人の方が高くないと入れないみたいなことがもう普通にあるらしいんですね。もうそういうふうか毎回そういうふうになってるわけですよ。これこそ人種差別主義だろうって僕は思うんですけど、まさに人種差別じゃないですか。だって人種によってこの人に、ね、その人の成績かな、成績とかわからないけど、その課外授業のね、課外活動とかの実績とか関係なしというか、まあそれは一応加味するけど、でも人種によってそんなに左右されるっていうのはねえっていうことですよね。人種差別じゃんって思うんですけど、まあそれはまだ残ってるんですね。逆に逆差別っていう意味で。でまあやっとこの間確かハーバードだったかなんかが、アジア人の学生団体にこれは人種差別だって言われて訴えられたっていうところがありまして、まあまあよかったなって思いますけど、本当にね、だからそのくらいだと思うんですね。まあでもね、その一般的にだから、その生まれた場所の方が僕はやっぱりその黒人か白人っていう、まあその差別もあると思いますよ。その黒人の名前を入れるとなんか採用されないとかっていうことはまああるんですけど、ただそのなんて言ったらいいんだろうかな、そのまあファクターとしてですよ、人種と生まれた場所を比べたら生まれた場所の方が人種より多分ね、いろんな意味でね、大きな違いになると思うんですよね。それは当然で、その郊外で安全で学歴も高くて年収も高い人たちのところで生まれ育った人だと、この市内の一番その危なくてもう学校も最悪でみたいなね、白人両親もね離婚してるみたいな感じのところと、そこで比べた、どういうふうに生まれ育って生きていくかっていうのを比べたら、それはその場所の方が全然人種よりファクターとしてはめちゃくちゃでかいと思うんですけど、まあね、だからそういう、まあでもそれがだから今だと要するに黒人の人は中に住んでて、白人が外に住んでて、白人が豊かで黒人が豊かじゃないっていう、まあ大きな流れがあるから、それが人種差別だって言っちゃうんですよね。まあ簡単なんですけどね、その言い方は。その結果の平等っていうのをやっぱり求めるっていう考え方っていうのは、やっぱりちょっと無理ですよね。だからみんな平等に、貧乏だったらいいんですかって話になっちゃうわけですよ。それはできるんですよ、社会主義で。みんなから全てが金を取って、全部ね、政府が金を奪って、で、ね、私有財産なしにしたらどうなるかというと、もう、社会中が、世界、その国中が、まあ、みんな貧乏なんですよ、イコールで。本当に大変なくらい。ね。それはできんだよ。でも、みんな、ね、そのふうにやると、みんなが豊かにできるかってできないんですよね。残念ながら。だから、みんな生まれた場所も違うし、親も違うし、年始も違うし、性もの高さも違うし、まあ、全て違うわけですよね。だからそれを一緒にすることはできないわけですよ。当たり前ですけど。ということが分かったのが20世紀。それ一緒にしようとすると、大変なことが社会で起きますよっていうことを、我々はソビエトとか中国とかで実験したわけですよね。で、やっぱりその教訓を、
やっぱり学ばなきゃいけないと思うんですよね。この21世紀に生きてる人間は。それを学ばない国っていうのは、これから衰退すると思うんですよね。っていうのが、まあ、ちょっと一つ、中国人、アメリカからそろそろ帰ろうかなって思ってる一つの理由ですね。だからまあ、こういう社会主義、やっぱり歴史を勉強しない国っていうのは、なんかね、先がないのかなっていう気がします。今日は、まあ、アメリカ小話ということで、レイシズムという言葉と題して話をさせてもらいまして、話しては、いつもように、佐藤慶一郎がお送りしました。ではまた会いましょう。さよなら。